それが。じゃあどうするんですか。市場調査は意味がないとでも言うじゃないでしょうね、渋谷さん。また始まった。そうじゃなくてね。僕は数字は絶対じゃない。若者一人一人に気持ちを教えてって言うんですか。冷静確実に数字を読んでいくしかないでしょう。僕は君の作ってくれたデータに疑問を持ってるわけじゃないんだよ。